さ、ビンゴやるぞ。47か。あったあったあった。いくよ。はい。はい。とりあえず真ん中。お、いけんじゃねこれ。いける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 。ビンゴビンゴ。ビンゴ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 。ということで、こちらにですね、ビンゴゲームを自動的に行って、その時のね、確率とかを全部ね、自動的でやってくれる装置を作りました。今回はね、この全自動ビンゴマシンを使って、ビンゴの確率がね、どんな感じなのか、シミュレーションして調べてみようかなと思います。まず、ビンゴのルールなんですけど、カードの数字は完全にね、ランダムな数字じゃなくて、各列ね、15個の数字の中からランダムに5個選ばれて、それがね、各列に配置されてるっていう感じです。そして、司会の人が1から75までの間の中の数字をね、ランダムに言っていきます。で、自分のカードにその数字があったら、その数字を穴開けたりしてメモしますね。これを繰り返していって、数字が縦横斜め、どっかに5個ね、揃ったらビンゴです。左から4番目のカードがビンゴになってますね。これが何回目にビンゴになったのかっていうのを上のね、グラフにどんどん記録していきます。例えば32回目でビンゴの数が2回になってますね。これを続けて、とりあえずね、75個すべての数字が言い終わるまでやってみます。はい、すべて言い終わって、1ゲーム終わるごとにね、その結果を上のグラフに反映します。今回は10枚のカードで1ゲームやったので、全部でね、10個のビンゴが出てるんですけど、そのうちね、2枚のカードは32回目にビンゴになったので、32回目にビンゴが出る確率は 20% みたいな感じで確率が出されていきます。で、右のグラフは累計ビンゴ率で、何回目までにビンゴが出るのは何%っていうのがわかります。今回の場合、63回目に最後の1枚がビンゴになったので、100% の確率で63回目までにはビンゴが出ますよってことですね。これをね、何回も何回も続けてやったら、何回目でビンゴになる確率は何%っていうのとか、何回目までにビンゴが出れば、それは 30% の確率だから結構すごいよみたいな、そういうのはわかりますね。ちなみにこの赤と青のグラフは割合でね、示してるので、伸びたり縮んだりします。なんと、私の本が発売しました。ではシミュレーションを開始します。今回はなんと100万枚のカードで実験しようかなと思います。選ばれる数字の順番は1ゲームごとにね、ランダムに変えていきます。つまり10人が参加するビンゴ大会がね、10万回行われてるっていう感じです。だんだん確率が収束していって綺麗な曲線になってきました。ちなみにこの100万回のシミュレーションには3時間かかりました。はい、終わりました。では結果を見ていきましょう。おー、最速の4回目でビンゴになってるのも4枚ありますね。0.0004%。25万分の1の確率です。で、上に行ってどんどん確率が上がってきて、43回目で一番確率が高いですね、ビンゴになる。3.9182%。その時の累計ビンゴ率は 56% で、半分以上の人がもうビンゴになっちゃってますね。これは景品もらえないな。で、上に行って、71回目でビンゴになってるのも1枚ありますね。0.0001%、100万枚に1枚の確率です。ただ、それまでに多分ビンゴ大会も終わってるんだよな。逆に最後にビンゴになった人に景品みたいな方が面白いかもね。累計ビンゴ率を見ていくと、28回目までにビンゴになる確率が 10% ちょいですね。30人の大会で景品が3個だったら、こんぐらいまでにビンゴになんないとダメだね。で、30回目以降、どん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 ビンゴの確率が上がっていって、みんながビンゴビンゴ言い出して、大会が盛り上がってくるって感じですね。っていう感じの確率が、ビンゴの確率として調べたらいっぱい出てきます。75のちょうど半分が一番大きいとかじゃなくて、結構面白いですよね。これにね、さらにちょっとだけ条件を変えるとまた面白くなるので、それもね、次回やりたいと思います。ということで、他にもね、やってほしい確率とかあったらコメントください。では、バイバイ。